次郎、おはよう。かなお、おはよう。昨日は海水浴楽しかったな。うん、すごく楽しかった。今ね、昨日霞柱様が撮ってくれた写真を見返してたんだ。時藤君が？どんな写真があるんだ？一枚目はね、水柱様が砂に埋められている写真だよ。忍さんが楽しそうに義勇さんのこと埋めてたやつだね。そう、師範は水柱様にいたずらするのが好きみたい。義勇さんも忍さんと二人きりで話して楽しそうだったよな。でも水柱様、最後は顔を真っ赤にして助けてくれって言ってたよね。日輪刀がないから凪が使えないって嘆いていたよな。誰も水柱様を助けようとしなかったもんね。さすがの俺も助け方がわからなかったよ。かなお、二枚目はどんな写真だ？次はね、音柱様と岩柱様と伊之助がスイカ割りをしてるところだよ。宇髄さんが全敗したやつだな。岩柱様と伊之助は場所を知らせなくても全部一撃で割ってたもんね。宇髄さん、ズルだって怒ってたな。だから伊之助が空間色覚のやり方を教えるって言って二人でずっと手を広げて訓練してたよな。意外と仲良しだよね、あの二人。そうなんだよ、お互いを山の王と祭りの神って呼び合う仲らしい。そうなんだ、なんだか楽しそう。あ、次はねずこちゃんの写真だよ。昨日のねずこちゃん、髪の毛二つ結びで可愛かったよね。あの髪は誰が結ってくれたんだ？あれは恋柱様がやってくれたんだよ。一度ねずこちゃんの髪を結ってみたかったんだって。よく似合ってたよな。善逸も鼻血を出すほど興奮してたし。ねずこちゃん、すごい困惑してたよね。ずっと善逸がまとわりついてたもんな。最後はねずこに逃げられてたけど。善逸の髪が真っ白になってたもんね。かなりショックだったみたいだぞ。でもいつもと違うねずこちゃんが見れて幸せってつぶやいてたよ。そういえば昨日はかなおもいつもと雰囲気違ったよな。あれはねずこちゃんが恋柱様に髪を結ってもらったのが嬉しくて、私の髪も結ってくれたの。それでかなおはお下げだったんだな。すごく似合ってたぞ。ありがとう炭治郎。あの時ねずこが急に目隠しをしてきてどこかに連れて行かれて、それで目隠しを外された瞬間、目の前にかなおが立ってて、水着にお下げ姿が可愛すぎて善逸じゃないけど鼻血が出そうになった。次の写真はね、ねずこちゃんと炭治郎でね、二人が手をつないで歩いてるところだよ。ねずこが転びそうになったから心配になってつないでいた時だな。あの時も善逸が俺がつなぐってうるさかったんだよな。でもねずこちゃん、すぐに善逸とつないでたよね。あれは少しショックだった。ねずこちゃんは炭治郎がショックで固まっている間に私のところに笑顔で走ってきて、炭治郎と手をつながせてくれた。私が師範に炭治郎とどうやったら手をつなげるのか相談してるのを聞いてたのかな。かなおもごめんな、無理やり手をつなぐことになって。ううん、ねずこちゃん私のことを思ってくれたんだと思う。かなおのことを？ここまで言っちゃったんだ、もう言うしかない。私が炭治郎と手をつなぎたいって師範に話してたの。多分ねずこちゃんはそれを聞いて私のために炭治郎の手を離したの。そういうことか。でも俺はかなおと手をつなげて嬉しかった。私も炭治郎とお話ししながら歩けて嬉しかった。そこはねずこに感謝だな。かなお、まだ写真はあるのか？うん、あるよ。次の写真は？次は私が炭治郎に。俺とかなおがどうしたんだ？おんぶされている写真。あれは災難だったな、かなお。一緒に歩いている時に落ちている貝殻で足の指が切れて。うん、重いのにおんぶさせちゃってごめんね。重くはなかったから安心してくれ。それよりも軽すぎて心配した。なんなら変なところに触っちゃいけないと思ってたから、重かったかどうかも覚えてない。重くなくてよかった。水着を着るのに恥ずかしくないようにご飯を減らして正解だった。でも師範に心配されちゃったんだよね。説明するのが大変だった。
なあ、カナオ。何、炭治郎。カナオが嫌じゃないなら、今度は二人で海に行かないか。え、ダメかな。少しでもカナオと一緒にいたかったんだけど。嫌じゃないよ。私も炭治郎と二人で海に行きたい。じゃあ次の休みに行こう。え、炭治郎、昨日は楽しかった。ありがとう。ああ、俺もとっても楽しかった。二人でゆっくり話もできて嬉しかったよ。俺もだ。二人で行った海では、カナオはとても積極的で、カナオから手を握ってくれて、いろんな話をしながら散歩をした。恥ずかしくて顔は見れなかったけど、今までの関係より一歩前進できたと思う。炭治郎？どうした？今ならこの前聞けなかったことが聞けそう。私の水着姿、どうだった？正直に言うと。何？似合っていたし、可愛かったよ。ただ。ただ？目のやり場に困ったな。目のやり場？うん。いつも大服を着て見えていなかった部分が見えて。そんなところを見てたの？俺も男だから。見ないようにとは思っていたけど、ごめん。うん、嬉しい。怒らないのか？うん。私いつも炭治郎との関係が同期から進歩してないって思ってて、それでこの前も昨日も少しでも炭治郎に女の子として見てほしくて、恥ずかしかったけど頑張ったの。そうだったのか。でもカナオ。何、炭治郎。カナオのことは同期の一人としても大切だけど、一人の女の子としてもとても大切に思っているよ。炭治郎、これからもカナオは大切な人だ。ありがとう炭治郎。私も炭治郎が一番大切だよ。ありがとうカナオ。その後、私たちは夏の間何回も海へデートに行きました。今までよりもカナオと話すことができて距離も近づいた。でも次のデートから善逸の邪魔が入るのはまた違うお話。最後までご視聴感謝する。この動画はどうだっただろうか。よかったらコメントやいいねをしていってくれると嬉しい。チャンネル登録をしてくれればまたすぐにでも再び会うことができるな。炭治郎たちも再会を楽しみにしているのでよろしく頼む。それでは次の動画まで。さらばだ。